はい、おはようございます。ラスカルでございます。いやー、そろそろね、寒波も来てめちゃくちゃ寒くなってきたじゃないですか。こういう時にね、あったかい汁物が食べたいなと思いまして、本日はですね、こちら僕の後ろに見えております、左斜め上24度3に訪れております。ハッシュタグをね、見ていただいて分かる通り、煮込み屋ということで、こちらのお店さんではもつ煮込みを提供してるんですよ。もちろん通常の並盛りであったりとか大盛りもございますが、なんとですね、ご飯が漫画盛りになるメニューがあるということで、本日はね、通常メニューをいただきつつ漫画盛りも紹介して美味しいもつ煮込み食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、店内に入っておりまして、もうね、料理とかもいろいろと準備していただいているので、店内ね、ものすごいいい香りしてるんですけど、ちょっとね、皆さんと一旦メニューの確認してみましょう。こちらがですね、券売機になりまして、もちろんもつ煮込み単品もございますし、まあ、ご飯とセットの定食もございますと。で、さっき言ったこれが並大とございまして、これ最後漫画というものがございます。でね、写真見る限りめちゃくちゃでかいんで、まあ、お楽しみね、撮っとくといたしまして、ひとまずね、並盛り食べていきたいと思います。で、それだけではなくて、こちらにね、書いてある通り、日によっては限定もあるみたいなんで、こういったね、告知は公式の SNS から確認してみてください。ということで、ただいまですね、料理が到着しておりまして、卓上はすごいことになっておりますが、いろいろとね、紹介しながら食べていこうと思います。それでは、いただきます。まあ、ひとまずね、まあ、メインになります、よいしょ、もつからいただきたいと思います。もう見るからにしみしみの具材、これたまんないっすね。うわ、めちゃくちゃうまそうだな。あー、うまっ。これは米進むわ。このもつ一杯で、まあ、並のね、サイズのライス余裕でね、3杯はいけるね。具材トロトロ、味しみしみ、全然臭みなくて、うまいね。うん、うまっ。ちょっとね、一瞬でこれ並盛りなくなっちゃいそうなんで、ちょっとずつね、左側のこれおつまみもね、紹介していきたいと思います。まずはね、先ほどのホワイトボードに記載があった限定のニラキムチでございます。いや、ちょっといただきますね。ちょっとですね、この後もちろん大とか漫画盛りも注文する予定なんですけど、これ台数お借りしちゃいます。後ほど大盛りのセットを注文する予定だったんですけれども、お気遣いいただきまして、ご飯で、ね、大盛りにしていただいちゃいました。まあ、すでにね、世間一般的に言ったらもうこのサイズは漫画盛りなんだけど、漫画盛り多分これよりも多いからね。今日ここのラインナップ全部食べようと思った時に、何も計算せずに米食ったら余裕で多分一生ぐらいは食えると思うわ。なんかちょっとこう一回来てもらわないと伝えきんないですね。もちろん煮込みのね、美味しさ皆さんも知ってると思うんだけど、知ってるのよりもさらにうまいから体験してほしいね、実際。
そしたらただいまですね、先ほど頼みました波盛りの定食におかわりの大盛りご飯完食してしまいました。で正直こっちの持つ1対ご飯1じゃもう全然ねライスが足らないぐらいうまいです。でちょっとねまだまだこちらの、一品物たちは余ってますんで、続いてのね持つ漫画盛りの定食をおかわりする合間にちょっとあるものを注文していきましょう。いやーちょっと皆さんということで、いつものですね、こちらノンアルコールビールでございます。いやもうちょっとねもう我慢できないんでもう無理ですね、漫画盛り到着するまで待ってる間一品たちをつまみつつノンアルで決めていきましょう。うわあれ皆さんどうですかどうですか。ちょっとこちらいただきます。続いてこちら本日の限定早期でございます。これとねビールが合わないわけないんで、もうこれ見えます、プルプルでございますよ早期が。じゃあちょっとこれで、ほんとセーブしないとこのままだとこのオールフリー6本ぐらいいっちゃうな本当にもう一口で一杯いけるからさ、うまっえあの皆さん例えばですね、これ漫画盛り到着いたしました。さっきの大盛りの日じゃないわ、ご飯だけで1キロあるそうです。いやさすがに結構ねいろんな僕もねデカ盛り見てますけど、このお椀にこの漫画盛りは麺食らいますね崩さず食えるかなだけどひとまずじゃあこの早期でもご飯いっちゃいましょうか。まあこうですわなこうですわな、うん、いやすごいわ全部うまいわ間違いなく全部うまいのよ、うん、でもねとにかく、まあ、定食とかもそうなんだけど全体的に値段がめちゃくちゃ安いね。並盛りでも780円だし、こういった一品物もね400円前後ぐらいで販売してるんで安すぎる、ちなみに漫画盛りとか別に量はどこも表記ないですもんね。漫画盛りってだけでどれぐらいありますとかないですもんね。あ、書いてあるんですね。あ、本当だ。頼めるんですね。400から1キロまで。ちょっと1キロ頼まれるお客様はね、食べきれる程度にね、注文していただいてもらって、これをね、参考にしてみてください。1キロこんぐらいあるよってことで。そしたら、このあたりで別の限定ですね。本日の枝豆ですね。ペペロン風の味付けになってるそうなんで、こんなん食ったら絶対酒。ちょっといただきます。この味付けと枝豆ってことも相まって止まんないですうまっ、もうこの見た目はもうやばいでしょ、うん、皆さんもね必ず漫画盛りはほぼ 100% 食べてる途中ね
崩落すると思いますので気をつけてください。そしたらちょっとこの辺りでですね、もつ煮の味変をしたいと思います。この辛い系の調味料がね、お店さんオリジナルでありますんで、これをちょっともつ煮の方に溶かしていきましょう。うわ、うまっ。辛さはね、かなりしっかりあるけど、いわゆる唐辛子の臭みってのが全然ないので、もつのね、香り、いい旨味をぶっ壊さない、ちょうどいい調味料っすね。うまちょっとですね、この辺りで最後に本日の、ね、限定だったこちらのカレーをかけて丼にしてしまいましょう。いきます。うーわ、あー、もう絶対うまいやつだこれ。これどうです、限定のカレー丼。うわ、たまんないねこれ。これね、本当に限定品だから、来ない日もね、もちろんありますんで、見かけた際にはね、このご飯物の限定もぜひ皆さん買ってみてください。もちろんね、もつ煮込みも単品でございますので、この限定と単品とって合わせられますんで、お試しください。ということで、しっかりと本日も完食させていただきました。ちょっとね、これ枝豆の方はもうちょっと時間かかるので、終わってからもう一本ね、ノンアル注文してゆっくり食べたいと思います。ということで、本日もごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、左斜め上24度3で美味しいもつ煮込みですね、セットで完食させていただきました。詳しく説明する以上にですね、皆様にこの映像を通してですね、とにかくうまいってことは伝わったかなと思います。お近くの方、そうでない方でも、このね、もつ煮込みとご飯ぜひね、食べてみてください。その他にももちろん SNS 等で普段のですね、限定の告知なんかもしておりますので、お店に伺う際にはぜひ一度確認していただけたらと思います。今日はですね、めちゃくちゃお酒に合うものを楽しませていただいたんですが、ノンアルしか飲めなかったので、テイクアウトしてしっかりと家に持ち帰って美味しくお酒と食べたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画がよかったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは概要欄からチェックしてください。では次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ごちそうさまでした。すいません、ノンアルだけもう一本追加してもいいですか。ノンアルなしでこの枝豆を完食するのは逆に無礼かなと思って